こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりました、常軌を逸していると話題のお店のすごいメニューを食べてみようのコーナーでございまして、本日は大阪王将さんでございます。大阪王将さんがここ最近活躍していると、すごいの登場させすぎたという中で、過去最大級のメニューを登場させたということなんですけども、それがなんと 1.5 キロのメニューなんですって。ちょっとカツヤを超えちゃってるんですって。というわけでやってまいりました、大阪王将さんでございますが、これですね、無差別超級頂点君臨、大阪王将史上最重量 1500g。 さあ、というわけで買いましたけれども、あのね、1個のメニューを買っただけでこのサイズ感は桁外れですし、これね、食べ進めていくと最後まで楽しめるような工夫がなされているんですって。そこも楽しみだよね。あと黄色い感じもちらついてる。とにかくね、もう重たい。そんなわけで車で今日はね食べていこうかと思うんですけれども、いや、改めて車の中が狭く感じるほどのボリューム感、いや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 、いや迫力すごいですよ。まずこれね、2パック、そういうことか、おかずゾーンとご飯ゾーンの 2段重ねでございまして、ご飯めちゃくちゃ重たい。何このご飯、え、何このご飯、あのペットボトルと比べたらちょっと高さこうなりますけども、このご飯のサイズでぎっしりパンパン。とにかく持ち帰り限定で、家でね、今の時期スポーツ観戦をしながらみんなでワイワイ食べるくらいのサイズなのかなっていう感じはしております。めちゃくちゃな量だよこれ。そんでこのスクラッチくじも同時にもらいましたので、後ほどねやってみたいと思いまして、おかずの方を見ていきますと、こちらもこちらで2段重ねの感じでございまして、見えるのはカツと肉そぼろかな、で卵、ふんわり卵の感じ見えますね。で紅生姜とマヨネーズトッピングされております。でさらに下の段見てあのこういった生姜焼きかな、生姜焼きが入ってましたっていうことで、これをだから自分でこの重た超巨大ご飯の上に盛り付けていただくといった感じのようです。緊張しますけども、盛り付けの方していきましょうか。これね、あの縁キワキワのご飯だから、ちょっと待って、これ どうしていく。まず生姜焼きがすでに縁にこぼれたりしないかすごく不安なんですけれども、大丈夫、うまそうだな。にしてもこれ大阪王将さんの生姜焼きね、美味しい。はい、ちょっと梅干し隠れちゃうのはちょっとご愛嬌ということで、こう来て、そしたらこれをねもうまんまスライドして上に乗せていけたら一番かっこよくなる気がするんですけども、それはできない。わあ、あ、はい、はい、いけそう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 、はいはい、怖いけどなんとかなりました。うーわ、ド迫力。この卵シートみたいなのが金メダルを表してるんですかね、めちゃめちゃな迫力の、ド迫力の重たいやつできました。いただきます。そんで食べ進めていくと、あるという仕掛けが何なのかっていうのもすごく気になるところですけれども、取れるところから取っていきましょう。カツです、そんなに厚みはないんですけどもね、いいね、脂っこくて脂の甘さを存分に感じられるカツでございました。厚切りじゃなくてもしっかりアピールしてきますね。そんでこのメニューなんですけども、カロリーを公表してないというところもね、すごくアイドル感があるというかね、テレ屋さんなのかなみたいな感じでもね素敵ですよね。でやっぱ茶色いね。ではね、この卵の中がどうなってるのか、普通そのこのさ肉そぼろが
卵の中に閉じてあるみたいなことなのかなと思いきや、外に出てきてるんですよね。そうそう、外出してるタイプのやつでございまして、あ、やっぱ卵の中はもう卵です。てか卵、全部が卵っていう感じで、そぼろと合わせて食べていくっていったイメージでしょうね。うん、卵トロトロで美味しいじゃん。で、こんだけご飯があるから、いつも以上に一口のおかずでめっちゃご飯いっちゃうね。ここぞと言わんばかりにいっちゃう。これはもう本当に夏の日の光に体力、あ、ピンマイクがついてなかった。大丈夫かな。もうやり直し引かないな。この丼の上におかず乗せるシーンとかもピンマイクで拾えてなかったのかな。音すごい不安。大丈夫かな。うん、急に今から音質変わったらごめんね。で、夏の日の光にさ、奪われた体力をこれで完全に持ち直せるみたいなところはありますよね。僕もね、もう娘が夏休み入っちゃってんですよ。だから昨日もね、夜のうちに家から離れたさ、森みたいなところに行って、木にさ、蜜を仕掛けてね、今日の朝5時に娘に起こされて、それを確認しに行きましたよね。で、あ、何もいなかったねって言って部屋に帰ってきて、娘は、うん、じゃあまたおやすみって言って寝ちゃって、僕はなんか一回起きると寝れないタイプだから、ずっと、うん、眠いなと思いながらも起きて、うん、今に至ります。うん、うまいね。なんとなくやった卵の生活めちゃうまいね。なんかトロトロした卵がなんかさ、カツの上品な油みたいなものを再現してるような感じがして、うまかったね。そんでね、それでご飯かき込んでる中で、生姜焼きのこのね、味わいも入ってきちゃったみたいな。いや、今試合に関係ないというか、卵とカツの取っ組み合いなのに、ちょっとタッチしちゃったみたいなさ、ね、昨日のサッカーオリンピックのさ、日本対南アフリカ戦の審判みたいに、いや、結構触っちゃうなみたいな、そんな感じになってますけども。うまいね。やっぱ生姜焼きのさ、お肉のさ、ブリブリ感、油たっぷり感、たまんないよね。で、とんかつがあんのに生姜焼きもあんの、普通同席しないよね。いや、あいつがいるなら俺はちょっと今日行くのやめておこうかなみたいなことになるはずなのに、この2人は来ちゃったみたいな、共演 NG じゃなかったんだみたいなさ、そんなことにもなってます。で、マヨネーズつけた生姜焼きで、果てしない破壊力だね。味はね、そんな濃いとかじゃないんですけども、マヨネーズをつけるとやっぱりね、ぐーっとパワフルな味わいになってくる中で、脂っこさがやっぱりすごい。ちょっと前に食べましたコーランさんというお弁当屋さんの2キロ弁当よりも脂のパンチ力あるかなといったイメージでして、そんな中でご飯の量がおかずと比べて半端じゃないボリューム感なので、おかずも結構ありながら、これね、ペース合わないよっていう心配になってくるんですけども、最後まで楽しめる工夫があるっていうのが今楽しみで、ワクワクしながら、じゃあ食べ進めていきましょうか。うん、ずっと重たい、ずっと持ってる丼がまだまだ重たい。うん、いや、梅干し今ね食べました。そしたら異常に美味しかった。なんかすごく爽やかリフレッシュ感を感じることができる梅干しで、梅干しを最も美味しく食べることができるメニューなのかなって思えるくらいの、梅干しのなんか貴重なうまさがそこにあった感じがするんですけども、もうおかずの数がどんどん少なくなってきてるよ。ご飯の中に最後まで美味しく食べられる仕掛けが隠されてるっていうの本当なの？もう結構なとこまで来てると思うんですけども、出てくるのね。じゃあ贅沢にこれ食べちゃうからね、もう知らないよ。じゃあもう行くよ、一旦おかずだけ楽しむタイム作っちゃうからね。なんなんでしょうね、僕ね、ご飯側にさ、おかずだけ食べちゃうよみたいな挑発をしときながらさ、結局おかず食べたらご飯いっちゃうみたいな、何なんだろうねっていうところありますけども、いよいよもう
こうなりましたからね、さすがにもうこのおかずだけでこのご飯は寂しいからね、もうじゃあ最後割っちゃいましょう。何があるのか、せーの、あれあれ本当に何もなかった。なんだこの最終回夢落ちみたいな、あ、そうっすかっていう感じ。味の決め組、はい、ごちそうさまでした。というわけで食べまして、一応この器容器の裏にも何もありませんでした。何だったんだろう、最後まで楽しめる工夫っていうのはね、 これのこと、これかな。ちなみにこれは食べて当てようイエスタ応援スクラッチということで、9つのマスの中から3つ選んで削ってぴったり 1500g で無差別級頂点君臨丼1杯無料になると。で2等賞はぴったり 1000g でお好きな商品100円引きということで、これのことだったのかな。じゃあまず1個目が、あ、900g です。いいよいいよいいよ、はい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 、 100g です。今1キロになりました。じゃあ次500出せば OK ってことね。あれこれ結構当たり確率高い。すいません、なんかすいません、あの 100でした。500っていう項目がなかったから最後の1回で達成するってことはなかったんですけども、900と600ともしかして金賞のところを引いとけば当たりだったんだ。これすごいね。その日のうちにもう一杯って言われたら大変かもしれないですけども、後日でいいんですもんね。いやこれいい素敵なメニューだなっていう感じをまた思いました。でこれね、3人くらいで食べても十分だと思いますので、そのね、あのボリューム感なんかもね考えながらお持ち帰りして楽しんでいただけたらいいかなと思っております。っていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、エロ探偵ハッシュタグ股間さんからの、ちょっと、もう名前が嫌だな、一応読みましょう。股間さんからのコメントで、今ハイジーの家の前でファミコン持って待ってるんだけど、留守なんなのそれ、なんでファミコンの本体持ってうちの前で待って、そういう子いたよ小学生の頃に。なんか知んないけど自分家でファミコン禁止されてるから人ん家に本体持って行ってやろうみたいなタイプいたよ。でなんか知んないけども親からファミコンの本体は買ってもらえないけれどもカセットだけ買っていいよって言われてカセットのみ持ってる子もいたよ。だからその意見が合致して遊んでる感じのことあったよ。それまだやってんの、エロ。もう名前はいいや。もう VTuber 未満の上瀬ひかりさんからのコメントで、10階に惣菜売り場があるデパート出た、自由率俳句のコーナー出ました。10階に惣菜売り場があるデパート、これなんでしょう、味わい深いねなんだこの店。9階まではなんだアパレル関係のじゃフロアが続くのかな。で散々服屋さんとか見て最後の最後にお惣菜、なんか嫌だね。なんでかわかんないけどもなんか嫌だ。アフェクションフリーダムさんからのコメントで、呼んだ、あの呼んでません、僕ねこれまでの人生でアフェクションフリーダムさんって呼んだことない。その単語なかなか口にすることないというか口にするタイミング全くないから、多分ね僕じゃなかったとしてもアフェクションフリーダムさん呼ばれることなかなかないから。